恐怖の部屋があったマダムタッソー館の外観恐怖の部屋はロンドンのマダムタッソー館の開館初期から存在した特別展示室であり、悪名高い殺人者や歴史上の人物の老人形が展示されていた。1802年にマリータッソーがロンドンで開いた老人形展の時から特別室として設けられていたものであり、当時人気のあった基人変人を片切った。 老人形ではなく、歴史上の人物の老人形や、工芸品を展示したことで、すぐに人気を博した。2016年4月に完全閉鎖された。恐怖の部屋を描いたリチャード・ドイルの絵、恐怖の部屋の前身は1782年に、マリー・タッソーの老人形細工の師であった、フィリップ・クルティウス医師が、パリで開催した、老人形展の付属施設として設けた、大泥棒の洞窟である。 ここではフランスで処刑された悪名高い犯罪者などの老人形が展示されていた。1794年のクルテウスの死去の際、これら展示物はタスソーが相続した。1802年、ロンドンにやってきたタスソーは、ライシーアーム劇場で老人形展示の興行を行い、この際に大泥棒の洞窟の展示物の一部も別室に展示した。 その後のイギリス国内での巡業においても、別室を設け通常展示物と分けていた。この時の展示品には、国王類16世とマリー・アントワネットの頭部のほか、デュバリー夫人、マラー、ロベスピエール、エベール、カリエ、フーキエタンなどの老人形、さらには、老細工以外にも、ギロチンやバスティユー監獄の模型、クルティウスのコレクションであった、エジプトのミイラなどが含まれていた。 恐怖の部屋の宣伝ポスターを貼っている男1835年に、タッソーがロンドンに常設展示場を設け、ここで別室が恐怖の部屋となった。この時の展示品には、蒸気のもの以外に、デスパード大佐、アーサーシスリュート、ウィリアム・コーダー、バークト・ヘアなどがあった。恐怖の部屋という名前は、1845年に、 パンチ氏に寄稿した人物による命名とされることが多いが、マダムタッソー自身が考案したものと思われ、1843年には広告に使用されていた。来館者は特別室に入るために6ペンスの追加料金が必要であった。1886年の展示品には、ジェームズ・ブルームフィールド・ラッシュ、チャールズ・ピース、ウィリアム・マー・ウッド、パーシール・フロイ・メープルトン、 メアリー・アン・コットン、イスラエル・リプスキー、フランツ・ミュラー、ウィリアム・パーマー、マリー・マニングが含まれていた。この特別展示室は建物の地下にあり、マダム・タッソー自身が制作したルイ16世、マリー・アントワネット、マラー、ロベスピエールなどのフランス革命の犠牲者のデスマスクから作られた、老聖の頭部や、チャールズ・マンソンといった比較的近年の殺人鬼や、 悪名高い犯罪者の老人形などが展示されていた。1996年に150万ドルをかけて改装され、過去500年間における罪と罰の歴史を再現し、ニューゲート監獄の品々や拷問器具のレプリカが飾られ、部屋には役者が吹き込んだうめき声や叫び声といった音声も流されていた。近年の新しい試みとしては不気味なメイクと衣装を、 身にまとった役者が暗い影や牢屋の奥から客を呼び寄せるというものもあった。また、監獄のセットに基本的には、独房内に牢人形が置かれているにもかかわらず、扉が半開きのまま、中には誰もいない独房があり、危険な狂人が逃亡したかのような演出がなされているものもあった。歴史上の人物としては、ブラド・ツェペシュ、チンギスカン、ガイ・ホークス、 アドルフ・ヒトラーらの老人形が展示されていた。有名な犯罪者たちの老人形が飾られていたにも、かかわらず、切り裂きジャックの老人形はなかった。これは、似ているかどうかわからない人物はモデルにしないという、マダムタッソーの方針によるものであり、代わりに影が描かれていた。不祥事が発覚した著名な芸能人であるジミー・サビルとゲイリー・グリッターの老人形は、一般展示から、 恐怖の部屋に移されることはなく、そのまま破棄された。この部屋の見学はオプションであり、小さな子供や妊婦は入らないよう勧められていた。2016年4月11日に閉鎖され、その後、シャーロック・ホームズ・エクスペリエンスという新しいアトラクションにリニューアルされた。教育的観点から、この部屋は世界中の様々な処刑方法をカタログ化していたが、 完全閉鎖に伴い一般人がこの機会を得ることはできなくなった。ありがとうございます。